久しぶりだな、お前ら。24時間ぶりか。俺の名前をそろそろ覚えたか。そう、俺が、あ、やめとこ。あなたはイズカミングアウェイ。ニューモンスター、スト誤解を変える男、ジャマだ。全員しばき倒すからな、マジで。バイバイ。ということで、今日もスト誤解やっていこうと思うけども。誰なんだと。はい、来た！あ、来た！来た！レインボーミカね、ちょっと考えあります。レインボーミカの考えちょっとありますんで。まあ、弱キックなんですけどね。弱キックなんですけど、まあ、皆さん見ていただきたいです。あとは、こう、相手の癖を読めば、負けない。相手の癖を。あれ？波動拳苦手なんだっけ？波動拳苦手？打つよ。ほっほっほ。いや、うざい。いや、うざい。おい、ちょい。はい。あ、いや。間もないよ。ガードして。ガードの意味ないじゃん。ちょっと待て、おい。あれ、ガードしたのに、すぐ足グーやるの。はぁ、飛ぶ。あ、飛ばない。飛ぶ。あ、おい。空中戦はこいつ、無理か、俺。近寄んな。はい。あ。はい。あ、やめて。わお。来た、くらえ。ガードかーい。いやー、もうさっきね、これ取る前にすごい気持ちよかったんですよ、格上の人に。二人でやっちゃうのかよ。さあ、勝てへんわ。2対1は勝てない。メンタル的な部分でも。ちょいブスなのがムカつくな、こいつ。波動拳。完全にね、リズムを。完全にリズムをね、崩してるね。気持ちよくやられてたね。どうすりゃいいの、マジで。これは、何なんだこれ。難しいね。レインボーミカ、ちょっとリーチがね、動きがね、まだ不規則なんだよね。飛び、まだ覚えてないんだよ、レインボーミカを。うん、難しいな。うん、どうすりゃいいんだ。なかなかやね、なかなか。どうすればいいのか。まあ、レインボーミカも近づかせないっていうのが一番なんだね。距離を取って波動拳で。それで行くか。それで行こう、とりあえずは。ちょっとね、LP が737でしょ？あと2回マッチがあって、2回とも負けたら、これ600台もまた戻ってしまうわけですよ。なんとか早めに1000行きたいと。思っているんでね。ぜひぜひ、あなたのファイト is coming your way! 行きましょいと。これはね、集中してやんなきゃいけないですよ。来い。いやー、ザンギフか。1068。3連勝中。負けてられませんな。
来い。はい、やっぱ、ね、近づかせない、近づかせないのが一番。あ、やばい、ほら近づいちゃダメ。ほら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 、これ来るから、これがあるんだよ、強いダメージの。ほらやばいやばい、ほらほら逃げなきゃ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 。あ、やばい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 、ほらほらほら、これがあるから。いやー、のけぞった。もうさ、ほんと買った当時ださ、いけると、そこそこいけんじゃないかと思ったけど、マジで強い人しかいないよ。ちょっと待て、ちょっと待て、よしよしよし、はい。いやー、飛ばないんだ。ここで当てたい当てたい当てたい。あ、やばい。ああ、よし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 、いやー、なんなんだこれ、なんだこれ。You lose? いや、ザンゲフ弱いって聞いたけど、ザンゲフに負けるってのは結構な差があるんじゃねえか。波動拳、昇竜拳でしょ、波動拳、昇竜拳だからね。波動拳をね、打ててない。我慢できてないわ。もう本当にね、メンタルによって、結果変わってくるわ。ゲームっちゅうもんは。波動拳、昇竜拳だからね。まずは。まずはもう波動拳しか出さないっていう戦いをしてみるわ。今、次。今だからできることをやってみよう。もう勝ち負け関係なく、波動拳でしかダメージを与えない。っていう立ち回りを学ぼう。あなたファイティーズカミングやべえ。もう波動拳しか基本やんない。マジで。入るとしても、キックとか、もう出さない。なるべく。まあ、逃げるためのキックとかね。そういうのはありだとして。波動拳しか出さないみたいな。波動拳だけ。カリンか。いやいや、波動拳避けるの苦手？得意な人じゃん。これ、波動拳避けるの得意な人だから、この人では練習できないわ。いや、でも、いい。負けていいと。負けてはいい。波動拳の練習。波動拳を当てていくと。あ、キック出しちゃった、キック出しちゃった。あ、キック出しちゃった、キック出しちゃった。ほらほら。この距離取られたら。この取る距離だ、きついよ。この取る距離だ、これ、これ、これ。え？いやでも意外と波動拳しか出さないっていうのは駆け引きおもろいね。ちょっと途中からよく出ちゃったけど。あ、やばい、これな。あ、昇竜拳出ちゃった。おお。
いや意外とでも波動拳だけでも結構やれるね。ちょっともう一回やろう、もう一回波動拳だけのやつやろう。いやちょっとサクッと負けすぎて今日は。普通だったら15分をね目安にしてるんだけど10分で終わっちゃったからサクッと負けすぎて、もうちょっと粘りたいね。で波動拳、波動拳で追い詰めていきたいんだけど、で近づいてきた時にキックとかあるわけだもんね。で例えば画面の端から端まで一気にビュッて近づける技っていうのはなかなかないからね。それ考えると波動拳でも端に避けてたらあっちは触れない、キャラクターによってはね、飛び道具がないキャラクターからしたら触れないってなるからな。まただよ波動拳。あれ同じ人かな。1014600で和骨してるわ、はあ、同じ人っぽいよな。でも今度波動拳ばっか来るってのはバレてんのかな。ラウンド1ファイト。それあんの。それで飛んでくるのか。いやいや、いいとこまで行ったんだけどな。よし、次は加藤、次は加藤。波動拳、波動拳。これでね。わあ。いやあ、やばい。よく書いたな、今。弱でよかったのに。弱で牽制してよかったのに。いやー。この時間強いやつばっかっていうのあんの？今夜中の3時だけど。この時間強いやつばっかっていう可能性ある。ないか。100も落としちゃったよ。勝って終わろう。勝って終わろう。これで勝ったら勝率 ?25?25?パー 25% か。いやーちょっとよく書いたな最後。完全によく書いた。いやーもう弱いやつ来てくれとしか今思ってない。さっきでも格上のね竜に勝ったんだけどな。波動拳の練習させてくれ。波動拳の波動拳で、まあ、キャラクターにもよるだろうけど、相手の
相手のキャラクターにもよるだろうけど、波動拳どこまでその無防備に波動拳を打てるかみたいな。でも今のカリンはね、4日から6日までグイーンのあの必殺技あったからね。そこはもう基本的には無防備に波動拳を打てる人なんていないのかな。どうなんだろうな。うん、竜来い、竜だー。ダルシムか、ダルシム手伸びるからな。波動拳逆に近づいた方がいいのか。近づいた方がいいんだよな多分ダルシムは。伸びる分その多分動きはあんまり速くないから近づいた方がいいんだよな波動拳。はい、多分ね近づいた方がいいんだよね多分。でこっちはね逃げたがる。はい、投げればいいんじゃん。投げればいいんだ。投げをもっと有効に使えばいいの？投げをもっと有効に使えばいいってこと？ねえ。そうだよね、多分ね。投げじゃん。え、投げれば勝てるじゃん。え？そんな簡単なゲームだったの？え？投げればこんな簡単に勝てんの？はにゃ？投げむっちゃ強くない？え？マジで？最後までご視聴いただきましてありがとうございました。投げで勝てるゲームだった？分かっちゃったか？さよなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。